ちは。ドライブの宮城です。ですね、今日は、おかげさまでね、大好評いただいている、ドライブコンプリートか、EQ にということで、今日はですね、じゃあそのコンプリートか、ドノーマルから、どう変わっていくのかっていうのを、お伝えしていきたいと思います。でこちらね、このシルバーの EQ に移り、これからコンプリート、作成に入るんですが、これ全く今ドノーマルの状態ですね。でこのね、ドノーマルの Q2M3 が、どうなっているかっていうことを、これから、作成していきたいので、今後期待ということで、はい、で今日もですね、おかげさまで、僕の大好きな Q2M3 でピットアウトされています。で、ね、ちょっとだけね、ご紹介したい車がこちらにありまして、このね、これ EQ0M3 セダンなんですけど、こちらなんと通常であれば、ね、V8 4リッター NA エンジンなんですが、なんかカタツムリついてますね。はい、こちらはですね、スーパーチャージャーを組んだ、EQ0M3 となります。まあ、こちらに関してはね、また、後日改めてご紹介いたしますので、ぜひぜひね、チャンネル登録していただいて、ご覧になっていただければと思います。さあ、それでは、作っていきますので、今後期待ということでよろしくお願いします。はい、じゃあできましたんで、どうぞ見てください。ドン、ねえ、ノーマルとは全く違って、どうですか、かっこいいでしょ、ね、すごくかっこいいですよね。すごく雰囲気変わって、今回基本的にね、ドライブではね、アメリカ臭いのが好きなので、まあ、思いっきりアメリカ臭い、QDM3 を、作成しました。じゃあね、ちょっと細かくね、ご紹介していきたいと思いますので、じゃあ行きましょうか。まずね、フロントのカーボンリップスポイラーね、結構張り出した、まあ、本格的な、ちゃんとダウンハウスもバズ考えて作ってます。こちらドライブオリジナルです。で、こちらね、ブレーキダクトを後で追加できるように、ここに穴を開けてます。これはね、お好みに応じて、その後、ブレーキダクトホースをつけてもらって、フロントのブレーキまで、つなげるとかっていうこともできるので、その辺はね、お好みに合わせてお選びいただければと思います。当然ブレーキダクトなしでも、このままこれブレーキダクトは引いてないんですけど、装着可能です。で、大きく違うのは、あと次はこれ US サイドマーカー、ね、アメリカ仕様は、純正でこのサイドマーカーがついております。で、次エアロでいくと、こちらですね、ドライブオリジナルの、カーボンサイドスプリッター。で、全然つけるとあるとないではね、雰囲気全然違いますし、まあ、当然高速走行時のね、ダウンホースも全く違う。で、続きまして、こちら M パフォーマンス、ね、これは純正のカーボントランクスポイラー。で、そしてその下が、ドライブオリジナルの、カーボンリアディフューザー。これでね、前から後ろまで、ボトムラインは全てカーボンで、統一された感じで、引き締め効果もあって、まあ、見た目も性能もかっこいいと。はい、で次はね、ホイール、こちらもね、アメリカ製の ESR っていうブランドのものの、CS2 っていうモデル、今回19インチを使っております。でね、やっぱりね、みんな好きなのは、ディスクとリムの色を変えるっていうパターンが、まあ、非常に受けはいいんですけど、僕的にはね、やっぱり思いっきりアメリカ臭くしたいので、今回フルグロス、スブラックで仕様にしております。で、なんといってもね、やっぱこのね、深リム見てくださいよ、ね、やっぱリムが深い方がかっこいいですよね、このステップリップで、すごい迫力が違いますよね。で、リアはね、3インチのリムの深さ、まあ、ディープリムですね。で、フロントが 2.5 インチ、ね、リムの深さがあります。だから635ミリと735ぐらいかな、ミリに換算すると、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、
で組み合わせるタイヤは、ミシュランの PSS パイロットスーパースポーツ、フロント255リア295で通してます。でそれを受け止めるサスペンションは、BC レーシングの車高調フルタップ式の車高調を使ってます。でこのね BC レーシングも、そのままデフォルトだと正直あんまりおすすめはしませんが、最近ですねいろいろやってるうちにあれこれ意外と使えるじゃんっていうことで、ドライブのねちょっとね小細工というか小技を聞かせて、結構使えるようになってきたので、今回はちょっと BC をもう少しちょっと見つめていこうと思います。はい、てな感じでですね、ちょっとしたねスパイスを追加することによってもう全然違う車になりましたよというところで、まあでもかっこいいですよね。このシルバーストーンのボディに、カーボンのブラックがところどころ入っていって、バイカラーでね引き締め効果もありつつ、まあ、ちょっとねスパルタンな吸引釣りに仕上がりました。それとそうだそうだ、もう一つ定番の、ステックプロテクションフィルムを貼り忘れました貼り忘れちゃったのでこれまた後日貼ってまたご紹介しますっていうな感じですね。はい、ではねコンプリートカーと全くドノーマルで2台並べてね全く同じシルバーストーンの車両です。色も一緒、まあセダンとクーペの違いありますけどね。じゃあどこがどう違うかっていうのをまあ、ご紹介してきていきたいと思います。はい、まずねノーマル、かっこ悪くもないけど、なんか違うよなって感じですよね。じゃあこれがどうなるかっていうと、はい、こちらドライブオリジナルのカーボンリップスポイラーと、純正のねブラックグリルで、定番のエステックプロテクションフィルムを貼り忘れましたが、この2つを追加しただけで、ご覧の通り、まあ、全然変わりますよね。はい、じゃあ次サイド行ってみましょう。サイドはねこういう感じで、これまあちなみにうちの台車全くドノーマルなんですけれども、まあ何にもついてないよと、何にもついてないよと。それが、コンプリートするとどうなるかっていうと、はいドン、全然違いますよね全くもって。今回ねホイールは、ESR の19インチフロント 9.5 リア 10.5 です。組み合わせるタイヤは、ミシュランのパイロットスーパースポーツ、フロント255リア295ですね。そして、オリジナルのカーボンサイドスプリッターつけて、シルバーと黒っていうことで、引き締めバッチリな感じですごく悪そうで、僕はね基本的にアメリカ臭いのが好きなので、もうアメリカ臭さ満載とさせてもらいました。あ、そうですそうです、もう一つ、あとねこれ日本仕様と、ヨーロッパ仕様だとここツルツルっとなってるんですけど、アメリカ臭くするにはやっぱり必要になるのがこの US サイドマーカー、まあ、これはね好みに分かれるんですけど、まあ、今回ねとにかくアメリカ臭くしたかったので、追加しました。はい、でリアに行くと、はい、こちらもね買うと必ずついてくる同色の純正のトランクスポイラーで、こちらがですね M パフォーマンスの、カーボントランクスポイラー、まあ、これだけでもね全く違いますよね。はい、でノーマルバンパーこれですね、まあ、セダンクーペの若干の違いはありますけど基本的なデザインは同じです。ちょっとねやっぱ寂しいんですよ、まあ、それは、ドライブのオリジナルカーボンリアディフューザーつけるとこうなりますと、ね、全く違うでね、これなんか色も全く同じなんだけどなんか全く違う車にしか見えないですよね。はい、
っていうことでね、もう全然この、まあ、ちょっとしたスパイスを効かせることで、まあ、全く違う車になりましたね。すごくかっこいいですね。でね、これ車高もね、そんなベタベタにはしてなくて、どれぐらいかな、屋根の高さどれぐらいかな、まあ35mm ぐらいのダウンかな。でセッティングしてます。はい、一応ねこのスタイルがまああのドライブのデフォルトのスタイルとなります。まあ、この辺はねお好みに応じてですね、いろいろとねチョイスしていってもらえればと思います。まあパターンもね、あの3パターンぐらいは用意してますので、まあ、そのあたりはねご来店いただいて、いろいろね現物見ながら、お客様と一緒にねあのチョイスしていただいて作り上げればと思いますね。アメックスカード1枚仕様だね。ということでね、今日はですね、今日の動画は、かっこいい E92M3 のコンプリートカーができましたっていう、紹介動画でした。ということでね、まあ、この動画見てね、まあ、面白いなとかいいなとか思った人はぜひぜひ高評価と、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではね、またね面白いものができたらご紹介していきたいと思いますので、今日の動画は終わります。それでは See you next time。